で結構結構スカイランみたいだよ。うん。スモルトさんが音の向かったの。対処して言える。手も入るべき。氷で食べます。飲んでる。飲んでるけどやっぱりちょっと甘ないな。甘い。あれ薄くしたら美味しくないよ。薄いからかな。薄かったら飲めない。私は濃ゆくした方がいい。濃ゆかったら少し甘い。水じゃないの？もうなんかすごい水。調子が良くない。水じゃないの？え？調子が良い。体の調子が良いです。いや飲んでない。飲んでないけど水割りは濃くすると美味しくない。はい、しないよ。濃い方が美味しい。結構臭みがある。そんな感じ。体に。強くなったんじゃない？薄いのかな？日本酒みたいな。ん？日本酒みたいな。薄いんだはず。あー、強そうにまた。行ってみたりして。美味しいねってね。入りきれなかったしね。こんなもんとか。今日は大変な気分。みんな帰りきれ。みんなここ出たこの日。お兄様方大変や、今日。もう二人はもう、どうしようだろうか。すごいのレベルだね。実はって。お湯溜めてから。怖い。結構ね。あれ違う？あれ辛いよ。辛い。ピリピリする。あ、違う。コショっていうか何ていうか。今日の演奏？途中で掃除先生が入ったから。入ってから40分。入ったから40分。でしょ？30分ぐらい。35分ぐらい。ちょっといいぐらいね。違う。やっぱりあれ持たせてみんな一緒に歌ってるの。一生懸命。その前にしてみんな練習してた。それが一番。それみんなで一緒に歌ってからね。歌っててさ、大体やっぱり受け入れる側としても練習してからそれがリハでもつながる。一緒に歌うんだってもうちょっと合わせてゆっくりしたんでやるのね。そうそうそう。行き過ぎだ今、みんなちょっと遅れるもんね。一生懸命合わせようと思う。もっとゆっくりだったんだね。そうそうそう。曲流したら最初はみんな早かったけども、歌が遅かったからみんながなんかね、もっとゆっくりなんだね。スローなってた。これもすごいね。あ、女子で。今まで学校見てたのが、ほら、ね、おばあちゃんがなんか顔が様子が見えるようになったから、そこに合わせるようになったね。だけど年寄りにはやっぱりああいう分かる歌の方がいいね。そうそうそう。やっぱりね、口ずさむからね。いつも耳にね。セブンの花と。アタプレだったらまた林さんを通してくる。そうそうそう。ね、それがいいよね。すごい喜んでるおばあちゃんがいる。ね、おかしかったね。すごくーちゃんなんかもすごい手を。美人って言われたんだよね。アパラギ姉さんたち。美人の姉さんたち。アパラギ綺麗な。チュラカーギと一緒。アパラギは。柿の花ここのメールのね。シャキの方はアパラギ。アパラギアットマーク。柿の花。柿の花は私、柿の花だったんですよ。そういうことは。国吉じゃなかった。親止めか。今日は親止めでした。親止めでしたね。親止めさんって宮古の人。宮古の名前だった。私の先生に。あ、そうなの？何の時の？中学の。中学の。2年の時。なんか教科とか。教科はね、技術課程だったような気がする。だったかな。
気をつかれなかったら教えないといけないね。この3人から3人だったはず。もうわからない。どっちかってはず。ね、覚えてた、うん、覚えてる、うんうん、前も、いとこの結婚式にいとこの中親戚家で来てたわけ、うん、あの草笛、あの、うん、結構披露宴の時に余興で出してたから、誰もすごく。